ご化粧双子塚古墳、または宇治双子塚古墳は、京都府宇治市ご化粧大林にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡に指定されている。京都盆地南東部宇治川右岸の尾高地上に築造された大型前方公園墳である。古くは平安時代の文献にも記載が見える。これまでには大正期に主に公園部で大きな破壊を受けた後、 1987から1991年度に発掘調査が実施されている。噴景は前方五円形で前方部を南方に向ける。噴球は3段蓄成。破壊部分を復元した場合の推定噴球長は112メートルを測るが、これは宇治市域では最大規模になる。噴球表面では不規し、円筒波に割れ列が検出されている。 また、少なくとも、墳糾くビレ部西側には作り手が存在したと見られる。ほか、墳糾周囲には二重集合が巡らされており、集合を含めた推定古墳総長は218メートルにも達する。主体部の埋葬施設は大きく破壊されており、つまびらかでないが、横穴式石室であったとされる。出土品としては、前述の遠藤埴庭のほか、継承埴庭や末木等がある。 この後化粧双子塚古墳は、出土数駅から古墳時代後期の六世紀初頭頃の築造と推定される。一帯は双子塚古墳以前に大型古墳の築造が見られない地域であり、本古墳が突如として出現する点が注目される。また当時としては、山城の地方で最大級の古墳であり、同時期の形態大王の墓と目される今城塚古墳とは、 掃除型をなすことから、当時の携帯大王即位の際の南山城の勢力の動向を伺わせる点でも注目される古墳になる。なお、後世には古墳東側に隣接して浄土州西方寺が建立されており、西方寺境内域部分の双子塚古墳の前方部中腹には関白のこの江金常の墓が残る。古墳域は2018年に国の史跡に指定されている。 古墳の規模は次の通り。今白塚古墳六世紀前半の築像で、一説に、京大天皇の新見捧ぎ、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。墳形は、前方部前端が突出する、顕微し形の形状を示す、可能性が指摘される。また、墳周囲には二重のがらされており、内定幅は、 約19メートル、外堀幅は約15メートルを測る。古墳全体の築造規格は、作り出の位置の相違を除く大部分で、同時期の大応募である、今白塚古墳と、掃除型にある可能性が指摘されている。埋葬施設は横穴式石室であったとされるが、現在までに大きく破壊を受けており現存しない。推定石室位置における発掘調査では、 長さ18メートル、幅9メートル、深さ2.8メートル以上に及ぶ巨大な掘り方の石室基礎歴群が検出されている。石室の詳細は明らかでないが、隣接する西宝寺の庭園には双子塚古墳の石室部材であったと伝える巨石が配されている。ありがとうございます。